2023年2月21日、海上保安庁のヘリコプター搭載型の新型巡視船が建造中の三菱重工業者の下関造船所で浸水を迎え、巡視船弓張と命名されて、その巨大な船体で日本の海への第一歩を踏み出したことが報じられたよ。巡視船弓張は、大型でヘリコプターを2機搭載して運用することが可能なタイプの巡航型巡視船であり、1番艦巡航、2番艦朝凪に続く、3番艦として建造が進められてきたものだな。尖閣の平和を守るために、存分に頑張ってほしいよね。さて今回は巡航型巡視船の3番艦の弓張が三菱重工業者の下関造船所で浸水したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海上保安庁における巡航型巡視船は PHL パトロールベッセルラージウィズヘリコプターに分類され、同庁の所属の船舶の中でもヘリコプター2機を搭載できる点でも最大規模の船舶に相当する大型艦なんだ。巡航型巡視船は今回の3番艦弓張を含めて、3隻すべてを三菱重工業者の下関造船所が建造を担っており、1番艦の巡航はすでに2020年2月に鹿児島の第10管区保安本部に配属が行われているよ。2番艦の朝凪は昨年2022年6月に浸水を迎えており、3番艦の弓張と同様にこの2023年度中には収益する予定と目されており、巡航型巡視船の建造費は1隻あたりおよそ170億円強と公表されているね。海上保安庁の大型区巡視船といえば総トン数で7300トンを超える黎明型がよく知られていると思うけど、同型は軍艦と同様の頑丈な構造を備えることもあり、1隻あたりの建造費はおよそ260億円強と高額だったんだ。そのため巡航型では建造費用の低減もポイントとなっており、商用用の船舶と同様の構造を採用することでコストダウンを目指し、戦術したような金額を実現、黎明型に比べ2分の2ほどで収めることに成功しているぜ。そうした経緯を持つ巡航型巡視船は、総トン数で6742トン、全長で約 140.0 メートル、最大幅で 16.5 メートルの船体を持ち、ディーゼル機関4機を組み合わせた CODAD 方式を採用。最大で3万6000馬力、25ノット以上の速力を確保しているよ。巡航型巡視船は排水量が大きいことにも比例して、海上保安庁の巡視船の中では兵装も充実しており、兵装にはスウェーデンはボフォース社製の70口径の 40mm 単装機関砲1機を装備しているんだ。これに加えて巡航型巡視船は副兵装としては、アメリカはゼネラルエレクトリック社製の 20mm の M61 バルカン砲2機も備えており、海上保安庁の巡視船の中では最も重武装が施された船の一隻だと言っていいんじゃないかな。また巡航型巡視船の最大の特徴でもあるヘリコプターの搭載能力は、エアバスヘリコプターズ社製の EC-225 シペルピューマーク2プラスを2機収納カレナ格納庫を備え、配備自体も常時2機を搭載する運用とされているよ。こうしたヘリコプター2機にプラスして巡航型巡視船では4隻の小型艇も搭載しており、これらを使用した複数の任務への対応が可能であり、合わせて他の小型の巡視艇等へ補給を行える支援機能も果たす船舶でもあるんだ。巡航型巡視船がこうしたいわば母船機能とでも言うべき能力を付与されている理由は、年々高まっている中国側からの圧力に対抗するための処置であり、具体的には尖閣諸島の周辺海域における警備力の強化だね。今回浸水を果たした巡航型巡視船の3番艦弓張も、すでに尖閣諸島周辺を警備する専従班に配備することが決定されており、その領域への侵入を常態化させている中国海警局の船舶に対抗することが期待されている状況だよ。尖閣諸島の周辺海域は海上保安庁の組織においては第11管区海上保安本部が管轄しており、そこでは沖縄方面の東シナ海や太平洋フィリピン海の警備を手掛けるもので、本部は沖縄本島の那覇に置かれているな。海上保安庁の中でこの第11管区海上保安本部は最も多い人員と船舶等の装備を有する本部であるが、
その管轄領域内に尖閣諸島を持つため、その領有を中国及び台湾が主張していることから特に警備体制を強化しているぜ。中国や台湾が尖閣諸島を自国の領土だと主張するようになったのは1971年以降のことだけど、ことに2012年に日本政府がその国有化を行って以後、中国側は自国の海警局の船舶のその方面への進出を強める動きに出ているね。それは尖閣諸島が日本の領土ではないという中国側の主張を周辺国や、世界的に発信する意図を持った行動だと考えられるけど、ゆえ石原慎太郎氏が尖閣諸島の東京都への編入を打ち出して以後、中国の強硬路線は強まった感があるよ。結果として政治的には尖閣諸島は東京都への編入ではなく、日本政府が国有化して現在に至っているわけだが、中国側の侵入を警戒して下した決断が、なお一層中国側の同諸島に対する意識づけを明確にさせてしまったことは事実だろうな。そしてそうした中国側の動きに合わせて日本側も尖閣諸島の警備体制を強化せざるを得ず、2013年以降は尖閣諸島の周辺の領海に対し専従での警備体制を敷くことを余儀なくされ、12隻の巡視船による部隊が組織されたぜ。こうして組織された尖閣諸島の周辺の領海に対する専従警備体制は、3年後の2016年2月には一旦の完了を見たんだけど、中国海警局は海上保安庁の船舶をはるかに上回るペースで増加を続けており、侵入の頻度も増加の一途をたどっているね。海上保安庁側としては尖閣諸島の警備を強化するにあたっては、石垣島からも同諸島までの距離があることから、一定以上の規模を持つ船舶でなければ同海域に長期間留まっての任務を行うことは困難なため、大型の巡視船を増加させているみたい。その一環として今回の巡航型巡視船の3番艦の弓張りの進水も位置づけられており、船体自体が大型で高い汎用性を備える巡視船を、尖閣諸島の周辺の領海に対する専従警備体制の部隊に追加する最大の目的となっているよ。すでに2012年度の時点では第11管区海上保安本部に配備されていた大型の巡視船は7隻だったものが、3倍増となる21隻体制にまで拡充されつつあるけど、中国海警局の船舶の増加数には全く追いついていないのが実情なんだよね。昨今の中国海警局は組織の改変に伴い軍事警察の傘下の組織となっており、配備されている船舶もそれに準じてももともとは中国海軍が運用していた水上戦闘艦の移管も行われ、中には 76mm もの主砲を搭載したものまで存在しているんだ。それらの中国海警局の船舶は4隻で1つのチームを組む運用が確認されており、尖閣諸島の周辺海域に日本の船舶が現れると集団でその行動を妨害する動きを加速させ、事実上日本の漁船の自由な操業を困難にしているってわけ。そうした現状にあろうことか日本の海上保安庁の対応が弱腰であるとの批判の声も一部からは上がってきているが、この尖閣諸島の問題は国家主権をかけた純然たる政治課題であり、現場の海上保安庁の判断に着せられることでないことは明白だろうな。中国はこうした尖閣諸島に止まらず、台湾や南シナ海においてもその領有を主張して周辺国との圧力が絶えないんだけど、経済力を背景に海軍や中国海警局の増強を続け、その実力をもって自らの主張を押し通そうとしているみたい。にもかかわらずなぜか日本の大手のマスメディアの中には、未だ露骨な反米親中の思想やイデオロギーを声高に叫ぶ人物たちの主張を繰り返し掲載するものがあり、未だその傾向は止むことはないと実感させられるよね。個人的で主観的な意見を述べることを許してもらえるのなら、仮にイデオロギーの問題は置いておくとしても、中国の肩を持つことが一体何の得を日本にもたらすことのになるのかと、その真意を問わずにはいられないよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。韓国が領有権を主張している竹島なんだけど、2012年平成24年8月10日は当時の大統領イ・ミョンバク氏が上陸して物議を醸し出したこともあったよね。
東日本大震災の翌年で、日本国内がまだまだ不安な状況下での火事場泥棒じみた行動に批判も吹き出した記憶があるなぁ。支援を行ってくれたのも事実だが、こんなことをされたら台無しだな。さて、そんな竹島に急展開が起きたみたいで、当事国以外のイギリスとオーストラリアが竹島を日本領土だと認識しているんだって。今回は竹島の領有権関連について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。現在、日本の領土問題として多くの人が認識しているのは、北方領土ロシア、竹島韓国名独と、尖閣諸島中国台湾の主に3つだよね。特に北方領土については、日本地図にも載っているから、日本人としては学生時代に教え込まれるものだよ。北方領土に関しては、政府もなかなか強気に出られず膠着したままだぜ。まあ、わざと交渉のテーブルから外した安倍元総理みたいな政治家もいたけどな。尖閣諸島に対する中国の圧力は非常に大きいから、いやでも最大の係争地域として重要視せざるを得ない状況になっていて、毎日のように中国海警局艦船と小競り合いが続いており、中国の実効支配をなんとか防いでいる状況と考えられるよ。尖閣諸島を狙っているのは中国だけではなく、台湾も自国領と主張し始めているんだけど、そういう台湾を自国の核心的利益と呼び、武力を使うかどうかは不明にしても、必ず統一すると息巻いているのが中国ってわけ。中国は台湾統一を果たすために尖閣諸島を自動的に中国領土に組み込んでしまえば、有利になるから、日本は防衛のためにも中国の台湾統一を阻止する必要が出てきたよ。尖閣諸島へ中国側の物理的な上陸を阻むことが必須ではあるんだけど、実効支配されてしまえば、北方領土や竹島のように、交渉で返還を図ることは事実上困難だと思うな。日本は憲法によって紛争解決に武力行使は禁止されており、ということは、北方領土や竹島に関して、武力によって奪還することはできないだろうな。だからこそ、老獪な政治手腕が必要なんだが、非常に残念なことに日本の政治家にそういう高スペックを持っている人物はいないようだぜ。どんなに叩かれても、自分の政治生命を絶たれてもやり抜くという虫の政治家は皆無というのが、現代日本の不幸だと思わざるを得ないよね。中国がその気になれば尖閣諸島を実効支配することは至って簡単と見られるんだけど、それを回避するためには、海上保安庁の艦船等による物理的な防衛を強化していく方法しかないと思われ、また、台湾有事に対しては、アメリカのバイデン大統領も台湾防衛に軍事力を行使すると明言はしているけど、アメリカ国内メディアからはまずは台湾自身が立ち向かう必要があるという異論も出ているみたい。仮に中国が台湾へ武力侵攻した場合、まず台湾が自分から立ち向かう姿勢を示さなければ、アメリカはあえて中国と対峙する事態は得策とは言えないと判断しているということだろうね。つまり、アメリカ自身が中国軍の攻撃を受けない限り、台湾有事や尖閣諸島でもアメリカ軍の軍事介入は慎重に行うべきという世論がアメリカ中には一定数存在しているということで、そしてこれは日本にも応用されるという現実をアメリカを頼みにしすぎる人たちは覚えておくべきことだと思うよ。こんな状況下、竹島の領有権問題について前述の通り、急展開が起こっていて、日本側の主張を裏付けるイギリスやオーストラリアの公文書の存在が提示されたんだって。場所は東京都千代田区霞が関にある領土主権展示館で、2021年9月28日から領土主権展示館では太平洋戦争で敗戦した日本が、アメリカを中心とする西側連合国と締結したサンフランシスコ平和条約締結70周年の記念として、新しい公文書が公開されたんだ。歴史を振り返ると、1945年昭和20年8月、敗戦国になった日本はアメリカを中心とする、連合国軍最高司令官総司令部 GHQ のマッカーサー元帥などの統治下に置かれ、7年間1952年昭和27年4月までその状態が続き、マッカーサー元帥は1945年9月、いわゆるマッカーサーラインを暫定的に設定し、決められた中で日本漁船の操業を認めたんだけど、
韓国名で独島と呼ばれる竹島が日本側の枠外になっていたことは事実ってわけ。ただし、あくまでも GHQ サイドの便宜的なもので、1951年昭和26年9月に調印されたサンフランシスコ平和条約では、日本が返還する地域はチェジュ島、巨文島、ウルルン島を含む朝鮮と書かれていたのも紛れもない事実なんだ。調印される2ヶ月前、1951年7月、韓国政府は上記地域に独島を追記してほしいと要請したそうだけど、翌月にアメリカ側は独島は日本の竹島と認めて韓国の要請を拒否しているよ。当時、初代韓国大統領であったイ・スンバンは不服として、1952年1月いわゆるイ・スンバンラインと呼ばれる境界線を勝手に引いていて、マッカーサーラインの真似をした形で、独島含めて引いたことにより、強引に韓国領土に取り込んだわけなんだ。サンフランシスコ平和条約の記述にも背いているイ・スンバンラインの宣言に、翌2月日本もアメリカもこのラインを認めることはできないと抗議したんだけど、韓国は聞き入れず、それから70年以上経った今も独島の実効支配を続けているってわけ。竹島の帰属について、これまで韓国側はアメリカ一国だけが日本の領有権を認めているに過ぎないと述べ、サンフランシスコ平和条約を締結した連合国の総意ではないという主張を繰り返してきたよ。しかし今回、領土主権展示館で展示された1951年1月付のイギリス公文書には、竹島を日本の領土とするアメリカ国案にイギリスが同調したことを、連合国の一国であったオランダに示したことがはっきりと記載されているんだ。また同年7月、オーストラリアの外務省が、当時韓国釜山に駐在していた同国外交官に送った電報も展示していたが、その文書には従来の韓国側の主張を覆す内容が書かれていたそうだぜ。具体的には、サンフランシスコ平和条約が定めた日本が破棄すべき島、チェジュ島、巨文島、ウルルン島に独島を加えるように要請したものだったらしく、その破棄対象に独島を加えることを了承させるため、韓国側は地理上の位置を偽って要請しているから、オーストラリアとしては容認できないという見解が示されていたな。この領土主権展示館で掲示された日本の主張を強化する新しいイギリスや、オーストラリアの公文書に対して韓国側はどう出るか見物だけど、多分今まで同様、自分の都合の悪い事実を黙殺することだろうね。とはいえ、韓国側が無視し続けるとわかっていても、こういった地道な証拠や公文書の提示などによって韓国の主張へ抵抗し続けることには大きな意義があることは言うまでもないよ。自分たちの嘘がバレても、韓国は2007年平成19年に収益させた強襲揚陸艦に独島と命名、国内世論の反日政策への誘導を続けているみたい。それ以降も日本への対地攻撃を意識した潜水艦と三安ちゃん砲を配備し、この艦の最終型であるバッチ3では原潜化を施行、国産初の3万トン超級の軽空母計画を開始しているから、どこに向けた軍備なのだろうかと突っ込みたくなるよね。日本は自国領土でも一度実効支配されてしまえば北方領土のように手も足も出なくなってしまうから、こうした前例を無駄にすることなく尖閣諸島が同じ状況に陥らないように政治的行動を期待したいものだよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。海上自衛隊の総遊型潜水艦の11番艦応遊にリチウムイオン電池が搭載されたのは知っているかな？知ってるよ。でも実は、10番艦まではスターリングエンジンを搭載していたんだよね。11番艦からはリチウムイオン電池を乗せ、馬力も8000からダウンしたらしいな。さて今回はその経緯について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。スターリングエンジンも良かったんだけど、低出力がネックとなり現行のリチウムイオンバッテリーの前に採用が変更。高出力のバッテリー搭載が可能となり、リチウムイオンバッテリーの進化は今でも驚くほどで、親潮型潜水艦でも交換できる時代になればいいよね。最近はエンジンではなく蓄電池を使用する潜水艦が増えたイメージだけど、もはやエネルギー資源が地球からどんどんなくなっていることも関係しているのかもしれないし、巷ではサスティナブルが謳われているけど、
この影響が潜水艦にまで響いていると思うとなんだか不思議な感覚だよ。さて、海自の双流型潜水艦は、通常動力型潜水艦としては世界トップクラスの性能と言われていて、その双流型をさらに発展させた太平型潜水艦の一番艦太平が、2020年10月14日、三菱重工業神戸造船所において無事に進水したんだ。この太平は双流型より喫水線は2メートルほど深いそうで、排水量も50トン上回るとのことで、海自としては最も大きい潜水艦になるね。艦名の太平だけど、漢字で書くと太平で、当然クジラにちなんだものになっていて、実は海自の潜水艦の艦名は訓令に改称、水生動物の名、水中動物の名から付与されるというルールがあるみたい。双流型は、縁起の良い水生動物である竜にちなんだ艦名で、漢字で書くと双流となり、この名前は、太平洋戦争で活躍した大日本帝国海軍の空母双流と同じだな。ということは太平にもそういう歴史があるのかな？太平も大日本帝国海軍所有の潜水母艦の名前で、当時の潜水母艦というのは攻撃用というより、洋上で潜水艦への補給や乗組員の休養などの役目を担っていた艦艇であり、時には潜水艦隊の機関になることもあったみたい。この潜水母艦太平は、一朝有事の際、航空母艦に改装することが前提条件として作られていて、太平洋戦争が始まった時に航空母艦流砲に改装された太平だけど、1942年昭和17年6月のミッドウェー海戦で日本は主力空母4隻も失ってしまったんだ。この敗北によって、日本はソ連後の戦争の主導権をアメリカに握られ、一気に崩壊の道へと進むことになるな。このミッドウェー海戦の指揮を取ったのが悲劇の南雲中将で、彼を任命したのはあの山本五十六司令官だよ。彼の手腕をもってしても、敗れることになってしまい、敗戦の責任を問われた南雲中将は、それでもソロモン海戦などに参戦したんだけど、昭和19年敵の猛攻を受けたサイパンの司令部で自決してしまったんだ。どうしても山本五十六にスポットが当たるが、秀夫の陰にはこういった人物もいたことを忘れてはならないぜ。戦争では、このような陰で活躍した人々は数えきれないほどいそうだな。そして流砲は、ミッドウェー海戦を、改めて正規の空母として扱いを受け、マリアナ沖海戦などにも参戦しており、その後、広島の呉軍港で防空砲台として使用され、1945年昭和20年日本が敗戦した1年後の1946年解体されて、艦艇としての役目を終えているよ。現在の潜水艦太平は、欧油や灯油にも採用されているリチウムイオン蓄電池が搭載されていて、ディーゼルエンジンによる充電能力の向上を目的として新たに開発されたスノーケル発電システムも設置されているから、双流型に艦よりさらにリチウムイオン蓄電池の性能を引き出せる仕様になっているんだって。双流型に艦には、今までのスターリングエンジンは乗せておらず、もっとも最初はスターリングエンジンもそのまま使用する、つまり併用する予定だったみたいで、鉛蓄電池だけをリチウムイオン電池に交換することが検討されていたみたい。様々な見積もりをした結果、スターリングエンジンと鉛蓄電池すべてをリチウムイオン蓄電池に変えた方が、費用は高くなっても大きな出力が得られるという結論に至ったわけで、実際10番艦までの建設費は1隻あたり517億円ほどだったんだけど、高額なリチウム蓄電池を乗せるため643億円ほどに跳ね上がり、100億円以上も増えることになってしまったんだ。経費は増えたけど、馬力は減ったと言われていて、なぜなら、スターリングエンジンの双流型のスクリュー時空間力は8000だったけど、欧油や灯油は工業値が5600馬力だから、性能が低下したと感じてしまうよね。確かに瞬発的な最大スピードは落ちるが、リチウムイオン蓄電池には効率放電を長時間持続できるというメリットがあるぜ。エネルギーを使用せずに蓄電池で動かす、というのは効率的にも良さそうだよね。だからこそ、中速から高速での長時間潜航が可能になるし、海中に潜むという潜水艦としての性能はぐっと向上したということになるわけだな。リチウムイオン蓄電池の利点は他にもあって、
鉛蓄電池より2倍のエネルギー密度があり、重放電の繰り返し可能回数は 1.5 倍以上、満タンに充電されるまでの時間が短い。放電しても電気容量がさほど低下しない。鉛蓄電池で心配される事故の時の水素ガス発生の恐れがないということ。大芸は、部分単核構造になっていて葉巻型のフォルムをしているけど、船体構造にも新しい発想を取り入れていて、一例だけど、浮き課題と呼ばれる構造は外国でも採用が進んでいる浮き甲板とも呼ばれるもので、艦内の機械音や乗組員が歩く時の振動や衝撃を緩和する働きを持っているんだ。その他にも、音の静かなプロペラスクリュー、音波吸収材装備などの設置によって操縦型よりも一層静粛性が高くなっており、大芸型には、余裕ができた艦内スペースを利用して、乗組員居住区に女性用寝室、シャワー室などを整備していて、今後の海事における女性の最前線への進出に対応するものと考えられているよ。直近は女性の海上自衛隊員も増えたからね。性犯罪等も取り沙汰されることが多くなったが、女性用の進出があるだけで、女性隊員の気持ちも少しは楽になりそうだな。大芸には、この他に情報処理システム C4ISTAR が採用され、光ファイバー技術を使用したより進化した備品が装備されることになっていて、兵装については、親潮型や双竜型と同じ、18式超魚雷とハープーン対艦ミサイルなどを発射可能な 533mm 魚雷発射艦6門を設置したんだ。18式超魚雷とは、防衛装備庁が開発した潜水艦用の超魚雷で、2022年2月までに海自の全潜水艦に装備されるはずの高性能魚雷だね。この魚雷についている音響画像センサーは、敵魚雷の追跡を欺くためおとり魚雷を見破る能力を持っているだけではなく、浅い海域では、海中の音響が複雑になり魚雷センサーが狂いやすいみたいだけど、その中でも確実にターゲットを捉えてフォルムを識別できて、かつ命中率も高くなっているんだって。さらに、最適なタイミングでの起爆可能なアクティブ磁気近接起爆装置などの最新テクノロジーが搭載されているから、まさに世界トップクラスの魚雷と言えるんじゃないかな。ところで、潜水艦に関してお隣韓国で何やら変わった違った動きがあるみたいで、韓国が持っている通常型潜水艦では日本にかなわないと見たのか、なんと原潜を保有する構想が進んでいるらしいんだ。原潜は補給なしで半永久的に原子炉を動かすことができるから、セオリー上は浮上しなくても先行したまま活動できるだけではなく、必要な電力も自家発電可能で飲用水として海水の淡水化なども艦内でできると言われているよ。と言っても、原潜の建造には巨額の費用がかかるし、廃線後の処理に頭を抱える国が多いことは知られている事実だな。それでも韓国は作りたいのかな。最近は韓国の軍事力や防衛力が増加傾向にあるが、とりあえず何にでも挑戦してみるといった貪欲な姿勢から生まれるのかもしれないな。日本にも原潜をという意見もあるんだけど、政治的な問題が解決されたとしても、日本の現状を考えると必要な戦力とは言えないのかもしれないね。日本の潜水艦戦略とは近海で敵艦隊を待ち伏せして攻撃することになるから、潜水艦が求める性能は静粛性に尽きるし、でも、原子力潜水艦は、一旦原子炉を稼働させたら止めることはできず、機関を止めて海底にくっついていたとしても音は発生してしまうんだ。騒音を敵のソナーに探知されやすい原潜に巨額の国家予算を注ぎ込むぐらいなら、その予算を世界各国で進められている無人潜水艦開発に当てた方が良いのではないかと思われるよ。ロシア・ウクライナ戦争でも顕著に現れている通り、戦いや防衛において人員不足は深刻な問題になっているし、だからこそ、人手を多く使用する原子力潜水艦よりも、無人潜水艦を開発した方が時間と手間も、もちろん人員も削減できそうだね。世界各国では無人潜水艦がメインとなっているのに、ここまで来て原子力潜水艦にこだわる必要はほとんどなさそう。日本も、早く世界に倣って無人潜水艦の開発を進めてほしいものだね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。